はい、こんにちは。レクセン2講師の矢島です。本日は2020年合格目標で予備試験の受験生に向けてですね、私の作っている講座の方のご案内を、ね、しております。で、レジュメの方を用意しているんですけれども、まあ、ダウンロードはできるようにしてあるんですけれどもね、ダウンロードできない方もいらっしゃると思いますので、画面の方にね、ちょっとレジュメの方を映させていただきますね。でちょっとすみません、画面を、ね、切り替えます。で、まずですね、この一番上、レジュメのこのね、1枚目の一番上のところになりますが、まあ、2020年合格目標ということで、で1つ目のブロックのところです。まあ、こちらはですね、この私の方で、まあ、今現在、ね、作って提供している講座の方はですね、まあ、2020年 の試験の方に、ね、対応した、まあ、ちゃんと改正法とか判例の方をしっかりと、まあ、対応しているものになってますので、まあ、そちらの方は、ね、安心して、ご受講でいただけるように、ね、なってます。それから、こちらその改正法に関係ないようなところでも、ね、ちゃんと近似のこう試験の、まあ、傾向を、ね、直近令和元年の、まあ、試験の傾向までしっかりと受けてですね、まあ、十分その翌年以降にですね、対応できるような質に整えてますのでね、まあ、そういう面で、まあ、どういうことをやったらいいのかってこう迷ってるような方でもですね、もう何も迷わずね、とにかくもうやること決めて、もうしっかりと勉強できるようなものを作ってますので、まあ、安心してですね、こちら講座の方ね、受講をしていただけるようになってます。そして、じゃあ具体的にその合格するためには、じゃあどういう講座が必要なのかってことなんですけれども、それが2つ目のブロックのところになりますね。でこちら、合格に必要な能力を身につけるための4つの講座ということでね、まあ、私の方で4つの講座用意してあります。でまず、この1のところですけども、矢島の速習インプット講座で、2、この矢島の論文完成講座、まあ、この2つがその、ね、核になるところで、本当に合格にまあ必要な、ね、能力をもう徹底的に身につけるための講座になってます。で、先にまずね、この下のところをちょっと見てください。1、矢島の速進プト講座というところですね。でこちらは、まあ、7科目ですね、まあ、憲法、民法、刑法、それから、ね、民訴法、刑訴法、それから行政法と会社法ですね、そちらの方のインプットをですね、この108時間でまあやっていくというものになっています。で実際の使うテキストは今私の方で手に持っているんですけれども、まあ、A4 サイズの紙がちょうど半分になったような、まあ、A5 サイズっていうんですけど、まあ、持ち運びのしやすいね、まあ、そういうテキストをこちらの方でまあ作っております。まあ、矢島の体系整理テキストというものですね。でその中身ですけども、ちょっと画面の方にね、映させていただきますと、まあ例えばこうある論点に関して、この予備試験の論文試験とかね、あと論文試験に関しては、予備試験の論文試験で出題されたところって司法試験の方で出題されたり、あるいはその逆にね、司法試験の方で出題されたことって予備試験の方で出題されたりとかするので、まあ、関連問題っていう形で、その今までね、論文試験の方で出題されたことがあることにあるものに関しては、まあ、こういう形でその年度の方をね、何年度に、まあ、この論点から出てますよっていうのが分かるような形で、まあ、関連問題っていう形で、そのね、出題の方を付記しております。まあ、これによって、こうね、どういうところが論文で出てるのかっていうのが全体的にこうインプットしながら、まあ分かってくるので、まあ、インプットしている時に、まあ、気合も入りますしね、論文から出てるんだってことになると、まあ、すごく気合も入ると思いますし、またやる気にも、ね、こうなってきて、でかつ論文の勉強を将来、ね、こうスムーズにこうつなげていけるようになると思いますので、まあ、そんな感じでこうインプットの段階から論文の、ね、方を意識してやっていくような感じになってます。そして今度ですね、2のところですけども、矢島の論文完成講座ですね。こちらの方は矢島の促進インプット講座の方で、まあ、しっかりとね、インプットをした知識を今度は事例処理という形でね、論文試験の問題を通じて、まあ、それを回答例の、ね、形にするっていうような力をね、しっかりと身につけるようなものになってますね。で回答例の方は私の方で全部しっかりとこうね、作っておりますので、まあ、安心してね、受講をしていただく、ことが可能となってます。あとは特に予備試験の受験生に私がすごくお勧めしているのはですね、予備試験の方の論文試験って、まあ、出題の趣旨がこう法務省で 毎年発表されてね、まあ、ウェブページの方でも、まあ、法務省のウェブページの方でも、まあ、閲覧可能になってますけど、結構予備試験の出題の趣旨ってすごく短いんですよね。だからそこを読んでも結局どういう答案がその本番でね、評価されるのかっていうのは結構分かりづらいところがあるんですけど、その反面司法試験の方っていうのは出題の趣旨がちょっと長めになってまして、あとかつその試験考査員が採点実感っていうものを毎年ウェブの方で公表してくれてるんですけど、どういう答案がこうね求められて、どういう答案がダメなのかって結構書いてくれてるんですよ、具体的に。でそれっていうのは当然ね、予備試験の論文書く時にも共通の思考方法でありますので、まあ、そういう点で予備試験の受験生でもね、早めにこう司法試験のこうね、論文試験に慣れていくっていうのはすごくまあいいことだというふうに思ってます。予備試験の合格自体にね、すごく役に立つし、あとまあ予備試験受かった後にね、当然司法試験のこう受験対策するときに慌てずに済むというところでね、まあ、司法試験の論文試験早めにやっていた方がいいかなっていうふうに思うんですけど、まあ、矢島の論文完成講座の方を取材
の方ですね、こちらの方はきちんとね、司法試験の論文過去も、予備試験の過去も扱いますけどね、司法試験の論文過去もなんか通じて、ちゃんと本番の試験で評価されるようなね、そういった答案の書き方、思考方法ですね、そういったものをしっかり伝授していきますので、早めにね、論文をしっかりと対策したいという方には、このおすすめの講座になってますね。というわけで、この1-2ですね、インプット面では矢島の即死インプット講座、そして論文の方ではね、矢島の論文完成講座、この辺のところが本当にこの核になるような講座だということになってます。であとはですね、この下1枚目レジュメ1枚目の一番下ですけど、3で矢島のスピードチェック講座です。こちらは矢島の即死インプット講座の方でね、しっかりとインプットをして基礎を固めたところでですね、最後は試験の直前期にですね、一気にその特にその中でも大事なような論点とかね、判例とかを短い時間で一気に総復習するためのね、そういった講座になってますね。直前期なんか、なんだかんだ言ってこうね、慌てて、何やったらいいのかって分かんなくなっちゃうような、不安にねこう駆られて手も足も出なくなっちゃうようなね、何も手をつけられないという受験生もこうね、少なからず出てきますけども、そういう時にもこのね、スピードチェック講座とかいう形で継続的にこうね、勉強していくようなことで、ちゃんとね試験の日までですね、ペースをね守って勉強継続できるにはなっておりますね。というわけで、即死インプット講座等のね、復習を効率よくやるためのね、おすすめになっている、そういう講座がこの矢島のスピードチェック講座ということになってます。であとはレジュメの2枚目のところなんですけれども、2枚目の一番上のですね、4、矢島の最新過去問山当て講座というところになるんですが、これは司法試験の最新の過去問を使って回答例ね、私の方で作ってやるんですけど、やはりここもね、最新のやっぱりこう試験、司法試験の考査員が採点実感でどういうね、その答案を求めてるのかって結構具体的に出してくれてるんですけど、それをね、予備試験の受験生でも十分にね、その答案の書き方っていうのは基本的にはね、法律の答案の書き方っていうところは基本的には同じですから、そういう意味で司法試験の直近の試験構成員がせっかくね、いろいろとこのいい答案悪い答案だっていう形で情報をくれてるので、そこをね、うまく予備試験の方にも活用するというような形で、このね、矢島の最新過去問山当て講座の方はですね、予備試験の受験生にもおすすめしております。あと山当てのところは司法試験の山当てにはなるんですけれども、当然ね、その大事な論点が山になってまして、でその論点のね、その深い理解をこの山当て講座で理解しておくことによって、当然この予備試験の方のね、論点の考え方ですとかね、その事例処理の方に当然活かせるようになりますので、そういう意味で予備試験の受験生の方に一応この毎年ね、おすすめをしておりますね。そんな感じのところであります。であとは矢島の即死インプット講座だけだとね、ちょっとこう担当試験の方が心配だという方もいるんじゃないかと思うので、ちゃんと即死インプット講座ので基本をまず身につけるっていうのがもう合格に一番ね、近道なんで、そっちをしっかりとやってもらえればと思うんですけど、さらにこう余力があってね、でちょっとこう担当の勉強をもう少しこう少しね、細かいところ担当の勉強やってみたいなっていう方のために、この5になりますけども、レジュメの2枚目の2つ目のブロック5ですけども、矢島の担当対策シリーズというものをね、私の方で作っております。で例えばこの家族法とか、あとこの商法相続証拠位手形法ですね。でこの商法相続証拠位手形法の方は矢島の即死インプット講座の方で取り扱ってませんので、ある意味即死インプット講座に近いような形でね、本当にこのしっかりとこうその商法相続手形法の事例処理がね、もし論文試験でこう予備試験の方もたまにこの分野からも出題されることがありますけども、その出題された時にね、最低限のその合格答案が書けるようなね、そういったような知識とね、思考力が身につくようになっております。あとは担当試験のね、当然この過去問、過去こういうところから出題されてますよというのが分かるような形のね、テキストにもなっております。あとはその他ね、担当対策シリーズだったら会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法とかね、あとは行政法とか、あと憲法統治ですね。で憲法統治だけはですね、基本的に他の科目は全部私の方でね、全てテキストを作っているので、この講座受講すればですね、そのまま別にテキストを買わないでもそのままついてくるんですけど、憲法統治だけはレック出版の方からこう出してるね、完全受験択一六法、受験生の間では監択なんてよく略語で言われているようなんですけども、そちらの、ね、完全受験択一六法の方を使ってやっております。というわけでこちら憲法統治ね、そちらご受講される方は、結構そこ本格的にね、知識をですね、入れていく、短い時間で知識を入れるための講座になってますので、そちら憲法統治ご希望の方はちょっと別売りのね、レック出版の方で出している完全受験択一六法の方をね、ご用意くださればというふうに思いますね。レッコ本校とか、一般の普通の本屋さんとかね、でも売ってますし、あと通信販売でもね、普通に買うことができますのでね、そういう形で用意していただければと思いますね。
で、あとは、この一番下の丸六のところですけども、改正民法対策講座というものです。で、これはちょっとね、受講生の対象が限られてるんですけども、これは、改正前の民法ですね。2020年の4月1日から新しい民法が施行されて、2020年の試験から、要は新しい民法を前提に、試験が、要は出題されるんですけど、その改正前の民法がもう頭に染みついちゃってる人向けの、講座になってます。私の先ほどご紹介した、矢島の、即死インプット講座とかスピードチェック講座の方はもう改正法前提にできてるんですよ。で、そんな中で、改正前の法律が頭に身についちゃってる人っていうのはちょっとね、誤認混同しちゃう恐れがあるんです。ですので、そういった誤認混同を防ぐ、ためにですね、こちらの丸六の、改正民法対策講座の方では、その特にこう民法が、大きく変わったところで、特に試験との関係で大事のような、大事なところをですね、ピックアップして、前はこうでしたと、でそれがこういう理由で新しくこういうふうになってますってことをね、一個一個、試験との関係で大事なところを説明していくような講座になってます。体系的にその民法だから全部やる講座ではなくてね、その改正のポイントになっているようなところをですね、この9時間で説明するようなものになってますね。で、最終的な体系的な勉強は、矢島の即死インプット講座とかね、スピードチェック講座の方で、やっていただければというふうに思ってます。というわけで、この改正民法対策講座の、矢島クラスの方ですけどね、そんな感じのものを用意しております。で、あとはですね、この次レジュメの3枚目になりますけど、この1番目の丸7はね、これは皆さんが予備試験に受かった後に選択科目、司法試験選択科目が、ありますけど、そちらで、もし労働法を取るんだったら、私の方でね、そのインプットとか論文の方を責任持って講座作ってますので、その時はね、こちら労働法の方を取ってもらえれば、効率よく受験勉強はしやすいということでね、ちょっと簡単にご案内しておきます。で、あとはこの次丸8ですね、矢島の法律実務基礎科目ですけれども、こちらはですね、まずね、2020年の5月にちょっと新しくこうね、作る講座なんですけれども、これまでのね、この過去問の傾向なんかを踏まえて、どういう知識が求められているのか、またどういうね、答案が求められているのかってことを十分分析した上で、でかつね、その今度担当試験終わった後にね、おそらく予備試験の受験生の方ね、やっぱり試験科目がまず担当試験の段階でね、司法試験と比べて多いですから、なかなかこうね、担当試験前に法律実務基礎科目をそんながっつり勉強できる人少ないと思うので、その担当試験が終わった後にでもですね、この短い時間で効率よくですね、法律実務基礎科目の対策ができるような講座をね、用意しようと思ってますので、こちらの方ですね、2020年5月からということなんで、興味がある方はね、こちらの方、またパンフレットとか、あとレックのウェブページの方にもう少し詳しい情報載ってますので、そちらの方をね、ご覧いただければというふうに思いますね。あとは丸9の矢島ゼミっていうのは、これは一人でね、勉強するのが大変で、なかなか心が折れそうだっていう人向けにね、ちょっと東京の水戸橋ってところでちょっと限定になっちゃうんですけど、そういう方のためにですね、一緒に勉強しましょうってことでやっております。別に必ずしもね、必要なものではありません。ということで、大体ですね、この2020年の、合格に必要な講座のご案内、が終わりました。で、あとは予備試験の受験生にこうぜひね、頑張ってもらいたいなというふうに思うのは、やっぱりこう六法の条文ってすごく大事でして、ぜひね、私の講座取んなくても構わないですけど、取っても取んなくてもね、本当に六法の条文を大事にしてほしいなというふうに思いますね。例えばこう皆さんが日頃お使いのインプットのテキストにこう条文が出てますよね。あとは、その例えば担当の過去問なんかやっててもその解説に条文がついてるはずですけど、そういった条文ちゃんとね、自分の六法にこうね、こう条文番号のところに、上に赤色でも青色でも何でもいいんですけど、チェックをしておいてほしいんですよね。で、それで、たまにこのね、チェックした条文を読み返すと、その短時間で効率よく試験との関係で大事な条文をね、効率よく復習することができるんですけど、ぜひね、そんな感じでしっかり、条文に馴染んでいってもらえればというふうに思います。六法は別に必ずしも試験用六法じゃなくても構いませんのでね、論文試験の時の予備試験用の六法じゃなくても普通に判例六法でも何でも構いませんので、六法に六法のその枠になれるっていうんじゃなくてね、何六法なのかっていうんではなくて、その条文になれるっていうことですよね。例えばその取締役の違法行為の差し止め請求ね、株主って取締役の違法行為の差し止め請求権って持ってますけど、例えばそれって会社法の360条だとかね、すぐ出てくれば別にそれって試験用六法じゃなくてもいいわけなんですよね。というわけで、なんかこう大事な条文ね、ピンポイントで何条ってところまで出てこなくてもいいですけど、大体何条のあたりにそういうものが書いてあるんだってことがね、頭入ってくるぐらいじゃないとね、なかなかこう心配で試験の本番の時ね、大変だと思いますので、とにかく条文に慣れるような、勉強をですね、していただければと思います。あとは
論文眼精講座の方はちょっといい、先ほどねちょっと論文眼精講座のところですね、パンフレットの方予備試験のパンフレットの方にどういう問題取り扱うかっていうのを、書いてなかったんですけど、新しい表の方でもうちょっと具体的にねこちら表の方をこちらつけてありますので、まあ、そちらもし何かね受講したいなっていうふうに思って興味持たれたら、まあ、もう少し情報を知りたかったらこちら表をつけてありますのでね、まあ、そちらの方をご覧いただければというふうに思いますね。まあ、というわけで、まあ、ぜひこの後ね皆さん各自、まあ、自分で勉強、まあ、計画立てて、であとはもう計画立てたら迷わずにもうどんどん突き進んでいってほしいというふうに思いますね。まあなんかね勉強のやり方を研究しててもまあしょうがなくて、実際にその勉強をやんないとねいつまでたっても、その合格の方には近づけませんのでね、まあもうやると決めたら合格してる人ってどうせいろんな方法を取ってますから、唯一のねこれじゃなきゃいけないという方法はないんですよね。まあ予備校の講座取ろうが取る前が関係ないですね。まあとにかく自分でやると、まあ、決めたらその方法をね、もう徹底的にそこをね信じて突き進んでいくというような感じでね、やっていってもらえればというふうに思いますね。というわけで、まあ、そういう意味でも早くね自分でやること決めて、もう時間がもったいないですからね、そんな感じでやること決めてどんどん、まあ、合格に、ね、向けて、邁進していってもらえればと思いますね。あとは私の方で結構無料公開講座なんかをねレックの方でまあやってますけど、まあ、ぜひね機会があったら直接、まあ、来ていただければ、あるいは遠い方なんかはねそのレック各本校でやってたりとか、あとレックのウェブページの方でね後日、それがウェブアップされますので、まあ、司法試験向けとか予備試験向けそれぞれね YouTube 動画を見ようみたいな確かそういうコーナーがあったと思うんですけどね、 YouTube 動画をなんか見てみようみたいな、ちょっとすみません詳細タイトル少し違うかもしれませんけど、そういう YouTube 動画を見ようみたいなねそんな感じのところから入っていってもらってね、それでまあ無料公開講座なんかをちょっとこう見て、でたまにこう気合なんかをね入れてもらって、で勉強なんとか続けていってもらえればというふうに思いますね。それではですね今回こんな感じでまあ私の講座のご案内だったんですけれども、まあ、ぜひ皆さんの方ね最後まで勉強の方を頑張っていってください。それではどうも今回はねご視聴ありがとうございました。